月刊工具。今回はガイアノーツサーフェイサーエボの新色をご紹介。サーフェイサーの新色が続々とラインナップされています。シンプルなグレー系やフレッシュカラーに続き、パステルカラー3色が追加され、今回はさらに紫、ゴールド、クリアーが登場しました。これらのサーフェイサーの色を試していきます。実際に塗装してみます。塗料と溶剤は1対1程度に希釈しています。溶剤は溶解力の高いプロユースシンナーがおすすめ。通常の溶剤でもいいですが、プロユースシンナーは食いつきも良くしてくれます。しっかり下地が完成したら、通常の塗料を塗装します。このカラーチップを各色製作します。一通りカラーチップを作ったものがこちら。パステルカラーとパープルの4色の下地に、それぞれガイアカラーの基本色を塗装しています。また、違いが分かりやすいよう、1回のみ塗装したものを並べています。並べてみると、わずかですが、色味の違いがわかるかと思います。パステルピンクの下地だと、赤や黄色、ピンクといった色で赤みが、スカイブルーの下地だと、青、緑、紫といった色で青みが強く出ているのがわかります。レモンイエローの下地では、どの色も塗料そのままの色味が出ており、触れ幅の多い黄色もニュートラルな色味が出ています。パープルの下地は3色に比べて少し影の落ちたような色になります。黒などの下地と違い、サイドはしっかりとあるので、鮮やかな色の影色として重宝するでしょう。スケールモデルなどでは空気遠近法のような色の変化を表現できそうです。次にメタリックのサフを比較。つや消しに仕上がるためキラッと光るほどではないですが、明るく反射し金属感のある色になります。隠蔽力が良く塗りムラが出づらいので、クリアーカラーの下地におすすめで、それぞれクリアーレッドとクリアーイエローの2色を重ねるとこの通り。ゴールドの下地では赤みが強く、シルバーの下地は塗料そのままの色味が現れています。ガンメタはそのままで使用できるような絶妙な色味ですが、重ねて深い色を出しても面白いでしょう。残りのクリアーを塗装。クリアーはその名の通り無色透明なので、塗布しても色の変化はありません。クリアーはしっとりとした艶消しに仕上がります。塗膜の保護にも使えるので、塗装の途中で使用するのもいいでしょう。しっとりとした艶消しの表面はウェザリングにぴったりです。プラ表面などのつるっとした表面だと、ウェザリング用の塗料をきれいに拭き取れすぎてしまうのですが、このクリアーサフの艶消し表面では拭き取ってもほんのりと色を残すことができます。鮮やかな色をさらにしっかりとコントロールできる鮮やかな3色、影を生かすことのできる紫、隠蔽力はもちろん、キャンディー塗装など塗りも楽しいメタリック系、可能性にあふれたクリアーとサーフェイサーの選択肢が豊富になっています。下地としてのイメージが強いサーフェイサーではありますが、程よい艶消しで均一に塗れる塗料としての性能も抜群です。これらの塗料は色へのこだわりをさらに拡張してくれることでしょう。いろいろな塗装ルートで
自分だけの作品を作ってみてください。